ああ、これスパッといきそうやな。一巡目でただペイを抜いただけなのに、ダブルリーチ一発12000点跳ねまん。かわいさ。これかわいそうだな。これか。ダブルリーチ、ペイ、ラン。餅つきぐらいテンポやな、これ。え、もうヒューン言うて、ようわからんとこ出たし。ダブリー一発、発、本一。なんなら、一発消そうぐらいの感覚でペイ抜いたもんな、今な。兄貴かわいそう。僕の考えた最速の跳ねまん。金の間やしな、これ。うわ、なえるなー、これ金の間でやられたら。なえるー、めっちゃなえるやん。金のまでやられんの。俺これされたら今日放送のかなってなっちゃうわ。なんで本一なってんだ。いや、マジでそれな。マジそれ。うーわ。うーわ、綺麗。兄貴、お金っす。ジャンシさん、昇格戦でこんな手出る？これすごいな。あからさまにこれだね。これすごいよ。めちゃくちゃ手綺麗だった。ペイを抜くよ。これ銀の間だね。銀の間。段位戦だね。みんな段位戦で派手な上がりすぎじゃない？しかもあの、投稿タイミング助かるよな。俺実際このパイフ見るかーってタイムライン遡るからさ、直近で上げてくれるのが一番助かるんだよね。もっとこまめに見るようにするな。すまん。どんどんピンとつまんな、これ。え、中連。違うんだな、これが。中連じゃないんだな、これが。はい。でも俺今日こういうハイパーあったよな。2回ぐらいなかった、今日。はい。ここまでは俺もあった。まあ、こまめに言ってもそう、紹介できへんけど、なんか俺の中で面白いのあったんだよって後で出せるかなと思って。もうちょっとこまめに見ないともったいないな。次これにしよう。これすごない？カーンしてリンシャン解放で狙ってんの贅沢すぎるな。これスーアンコー短期やからね。あつま枕勝ちだね。勝ちだよ、お前の勝ちだよ。え、これ終わらんかったん？スーアンコー短期つもやんね。つも損で4万8000って。いや、なんかそれ嫌やな。これ4万8000って割に合わんな。ギリギリ生き残っとるし。ギリギリ生き残っとうしな。まあ、でもその後さすがに逆転は無理よな。あ、でも結構頑張ったんだな。それ論で。これいいのもらったな。もう1位なのに全然引かんやん。トイトイ。いや、お前も大会だな。ああ。あれ、結局順位は変わらずか。いや、そらあんなんもらったら無理やんな。いや、よう頑張ってよ、この人も。親で責任払いされてさ。ようやったよ、ここまで。続きまして、こちら。よくぞ上がってくれた。国士無双 VS 国士無双 VS 大七星 VS ダークライ。え、3本場でリーバー、あ、そっかそっか、3本場だな。いや、いつもこれぐらい感じでやってるでしょ。確かに言われてみれば確かに。あ、部屋干しは別にしてもらっていいからね。さあさあさあ、裾着て。え、本当にこの曲、あ、この曲なんかな、わからん、なんとも。あー、この曲っぽいわ。この曲っぽいわ。うん、みんな着々と手作るな。ふんふんふん。あー、あっつ、あっつ、部屋もあっつ。あと、なんと、初と白か。白が辛いな。あっつ、あっつ、あっつ。
一応翻弄本一のチートになったね。うん、翻弄本一のチートになった。あっつ、あっちょ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 。リーチが、リーチ来た。え、誰が上がる？え、これ待って。国士テンパってるな。ここもリーチがテンパってる。もう国士二人テンパイだね。で、町がシャーと、シャーとなんか、え、めっちゃガチガチに押さえてるやん。え、待って。あと一枚。一枚ずつか。あと、ま、一枚ずつ、山か。え、どうするよ。こんなん。白は？白まだ二枚あるな。あー、積もったわ。いや、でもこれさすがに次もう振り込むしかなかったね、これ。国士無双にゃー。第七世上がってみてよな。どんな点数設定な、それ。持ち点でかすぎて、わけわからんわ。また出たな、CPU くんの男気ジャンタマ見るや歌い。出たな。CPU のチーホもう、チーホーは CPU 関係なくない？もう。見るけど、そこまで頑張ったからな。CPU に出させようとする覚悟がすごいわ。もう。めっちゃ頑張ったんやろな。相当回してると思うで、これ。マジで。もう CPU と何曲打ったんよ、お前。何曲打ったんか知りたいわ、そのチーホーを出すために。これね。いや、自分が上がれるむずないこれ。チーハーもうようやったな、お前な。いや、頑張ったよ。もうそこを詳細に値するは CPU とひたすら打ち続けて、100万出るまで、やるの。その心意気やわ。もうそこまでされたら俺も見るわ、もう。だって人と楽しく打ってんのとはまたちゃうからね。もうこれ修行僧でやってること。もうなんか、すごいごっつい岩に向かってずっと聖剣好きしてるもん、この人。岩バッカーン割れたやつだけ送ってくるもんな、それでな。まあ、あたかも一撃で割りましたよ、みたいな、そんな、自分の影の努力見せへんもんな。いや、これはね、頑張りすぎ。頑張りすぎやわ。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。